はいどうも、島倉千代子です。今回もですね、このカートレーサーの続きをやっていきたいと思ってるんですけれどもですね、今回では第2回ということで、まあ今回でもしかしたら終わりを迎える、まあ終わりを迎えたいなというふうに思って、まあ終わりを迎えたいなっていう言い方したらちょっとあれですけどですね、まあただですね、前回にもたくさんのコメントいただきましてですね、本当ありがとうございます。まあ、あの前回のコメントに関してはちょっとしかね、あの期間がちょっとしかございませんので見られてないんですけれども、まあ本当にありがとうございます。もう見ていただいた方だけでも本当ありがたいんですけれどもですね、まあワイワイに合っているなと、このゲーム合っているなという方もいらっしゃればですね、まあちょっとあの見がたいなという方もいらっしゃってですね、まあ賛否両論の中、まあ、数字に如実に現れていることカートレーサー、今回も引き続きやっていきたいと思います。前回の続き、収録の続きをまず最初にやっていって、で途中から今回のあの収録、また別日の収録という風になっておりますので、2日に分けて収録した分を皆様にご覧いただこうと思うんですが、ちょっと前回は声の大きさがね、マイクの設定等不備がございまして、お聞き苦しく大変申し訳ございませんでした。まあ、途中からはね、多分まだ聞きやすいかなと思いますんで、それでもまあ音量に注意してご覧いただければと思います。ではどうぞ。クジラ、クジラちゃん、あれこれ一回行くだけ行っていいか。あ、ジャンプ台が高くなってる。マジか、クジラ直乗りか。これむずいかもしれないぞ。まあここら辺は何回か行ったんで、よしよしよし、あーむずいな。よし行くぞー、こう、オッケー、近い。あー6つ、うわ乗り上げてきてんねや、クジラが。めっちゃでかいな。ほんであの頭の先っちょに乗らなあかんねやろ。かなりシビアじゃないか、これでいける。うわーかなりシビアや。左側から飛んでいかへんかった、多分右には飛べへんな。いやみんなちょっと待って、意外とこっちルート硬いかも。これすぐに曲がって、こう、ほらこれで左から右へ飛べるから、あのクジラ意外と右側におるから、これこっちで攻めてみようかな。こっちの方がいいでほんまに。まあ誰もやらへんやろうけどね。おっしゃ、いい、あかんわ、全然距離届かへん。これはまっすぐ行かないとスピードが足りない感じ。いいんちゃう、あかんか。うん、でもやっぱ距離こうやな、距離こうやな。これでクジラの先に一回乗ってバウンドしていかなあかんじゃん。めっちゃむずいかも。いや惜しい、あかん。うわマジで、多分よ、あのまっすぐこのジャンプ台の真ん中を常に通って、そうこういう感じで、ちょっとしかも右やね、なんかちょっと右に行ってね、ほらジャンプ台、ん、うわちょっと左、あー、オッケー、完璧、跳ねろ、あかんか。いやそんなんでいらんねん、おい、おおお、あっ、ノー、あかんか。いいじゃん、それいいじゃん、いいじゃん、おい、いいじゃんやろよ。ああ、ちょマジやからみたいなんでやめてやばい、おい、みんなが恐れるから。オッケー、いやー抜群なんだけどな。こうでしょ、やり入るじゃないここで。そうだよ、すごいんじゃないこれ、すごいんじゃ、あすーごい、これすごい。っていうかマジ真剣にやろう、自分もあれやんか、時間使ってるわけやし、こっちだって時間使ってるわけやから。でまあなんていうの、いろいろこうステージ変わってきたっていう感じで、今ちょっとなんていうの、モチベーションも高くなってきてるところやんか。あんまり自分がさってちゃちゃ入れてふざけると。オッケー、いいよ。いやそこちゃう、そこ T、 お前や T、 この T よ、こいつが何してんだよ。めっちゃいい、めっちゃいいぞ、あかん。それちょっと待って、それあかんかったな、わかるわ、お前の言うても分かるわ、それ、いやそれあかんか、マジで。いやー、オッケー、これはいったんちゃう、マジで。分かったかもみんな、俺今まで W を押してなかったわ。これもしかしたらジャンプしてる時っていうか、走ってる時に W を押すことで若干加速するかも。ほら、あ変わらんわ、ごめん。問題はここ、この入射角が分からん、真ん中に入っちゃうと多分ダメな気がするな。ちょっと左側からとか入って、そう、いやこれでも距離取りひんのよ、取りひんってなんやねん、あれ、うわ惜しい、あった、いやー飽きたってか疲れた、こーら難しいわ。ここのコースは本当に楽しませてくれるわ、これね、ゲーマーとしては結構ここはね熱くさせられるところですよ。なかなか歯がゆいんですけど、歯がゆいっていうかね、なんか掴みたいって思う、どうやったらいけるか掴んでみたいっていうね。よっしゃ、500回目、記念すべき500回目いってみましょう。オッケー、ちょっと左押しといて右、いいんちゃう、あかん
んかこれなんや。おお。オッケー皆さん、600回目メモリアルです。コースが分かってきました。まあぜひ見てください皆さん。なんでやねん。おい、お待てよ、もしかしたら回避して回避してここでまっすぐにするっていう、ちょっと高度やけど、かなり段差をできるだけ回避しちゃう。こことこっちでボコボコして当たり前と思ったけど、このボコボコをできるだけ回避して、あのオールも手前のあのなんか段差もあれも回避して滑らかに出し場に向かう。するとするとナイス、よーかった。キルボディモディディック。うわまだあるやん、びっくりした俺、もう終わりやボタン。ごめんなさい、ちょっと待ってください皆さん、嘘だろ、ロードができないんですか。え、それはちょっとごめんなさい、収録の日が変わってしまいまして。あー、これは考えてなかった。マジですか。え、こっからまたやらなあかんの俺だいぶ。あ、そうなんや。え、意外とじゃあ何、簡単ってこと。みんなこのみんなっていうか、このゲームの中では簡単というふうな認識っていうことなんだ。うわ、俺またステージ2クリアしなあかんの。まあ、ちょっと待って、いやこれちょっと待って、収録のこの投稿の期間空いてるかも。はい、ここまで来るのに約3日かかりました。おはようございます。あまりにも越せなくて越せなくてですね、この前のところのクジラのところ、あれがもう前回よりも時間かかったりして、もうほんとね、消したらリセットっていうのは厄介もんですね。これまあ、ここどんなマップやったか全然見てないんですけれども、もう楽しみ楽しみで、もうこれやりたくてやりたくてちょっと朝にね起きちゃいました。パソコンずっとつけっぱっていうこともあってね。あ、もうこの端っこがもう山になってんのな。結構意外と歩けるもんやな、ほんでね。あ、そうやって一番最初のステージからまた歩、いややりませんけどね、いややりませんけどね。そうか、まあちょっとじゃあカートのとこ行きますか。これを山の上の方をバーッと登ってさ、ちょっとなんかアイテムとかないか。アイテムとかはないみたいな。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。今回はアコに行くだけでしょ。これはもうね、ずいぶん慣れましたよ。はい、これ、な、なに今日なんか飛ぶところが全くないと思うんだけど。おー、あ、アコ結構、あっから減速すんのな。はい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 、わかりましたわかりました。いや、ちょっとね、このシリーズまあ、普通に続きできると思ったもんで、結構ね短めでパッパッと終わらせようと思ったんですけど、もうここまで苦労するならどうせならもうもっと長くて、続いてほしいなとか思いながら。で、決めるよ。これちょっとこうまっすぐまっすぐ、こうめっちゃうまい。なにこれなにこれ。え、オッケー、ショッピングカートのこのゲームをね知らせてからというものね。オッケー、海外でのねなんかこういうショッピングカートいい絡みの動画とかもね見てたりしたんですけど、わ、なんかおる、アゴに、みんな見える、なんかドラゴンではないやつがいる。ドラゴンかと思ったんやけど、俺わいわいわい、ドラゴンではないな。これジャンプしていくんかな。なんかあのジャンプ台の手前にある矢印がダッシュ版なんですけど、あれも一応多分今までみんながゲームしてきた中で一番ダッシュ版らしからのダッシュ版だと思うんですけど、これだからうまく入らへんかったらやばいよね。おい、おったおったおった、ああ、いったいったいったけど、あれなんかグロテスクやったな。ソウトウィズザドラ、あ、ドラゴンなんですかあれ。嘘でしょ。え、どこに行くの。え、ごめん、もう今さっきあった感じじゃないのこれ。曲は曲で好きですね。あとなんかこの両サイドにいるなんかあの門番みたいなやつ、ん、ど、え、どこに行くの。あの門番みたいなやついいよね。これなんかごめんなさい、奈良出身やからなんですけど、あの金剛力士像に見えますね。あいまいにはよー、あー、いいや、収まりがいいわ今日は、収まりがいいね。あ、いた、なんで右行くの、どこに行けばいいの。あ、あこか、見えたぞ、ちょっとダイダイのやつ見えましたね。了解です。これまた難しいんちゃう。じゃジャンプ台が若干右になんか傾いちゃうから、左が違い違い違い、右入っとけ、こう右入っとけ、こうで、そうで、右から左側へ、そう、完璧ちゃうか。うわ、完璧さんやと思ったんやけど俺、マジで。
ああそう、オッケー、いいぞいいぞ。はあ、全然距離足りひんねんけど。え、ちょっと待って、これほんまいけんのこれ。え、そう、もしかしてこれラストとかはないやんな。これでラストとかやったらお前もう尺の問題がどうかなってしまうんやけど、ほんまに。え、ちょっと待って、みんな全然飛距離が足りひん。飛距離がね、ほら圧倒的に足りひん。だって向こう乗らなあかんねやろ。あのだって一番向こう乗らなあかんねやで。これなんか他に何してんねん。いいぞいいぞいいぞ、あかんか。え、ドーン、ブーンブーンブーン、夏美が食べたいよ、夏美が食べたいよ。両手広げ明日見据え、メガネかけてさあ行こう、うんうんうん、もうこっちから行ってんじゃん。こっちからこうやってグーンってこうやって回って、はい、丸でもだ。何してんねんって。もう、あ、みんななんか無駄に歩き方覚えた俺。めっちゃ無駄やねんけど。だって歩くことないっすよね別に。してんねんて。もしかしてやねんけど、左側から入ってここら辺でダッシュバーに乗るっていう、こいつがねダッシュバーなんですよね。でこの一番手前に入ってもダッシュバーン、ここに入ってもダッシュバーンやんか。でこっち側に入ってダッシュバーン乗ってから行くのと、こっからここまでの距離でちょっと減速させられる。ビュン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 。あが、もうお前それ以上やったらお前激濃厚ぷんのすけさんなんだ俺。あーか、お前もうそれ以上やったら激動画プンのスケさん。お、いいよいいよ。あ、ちゃうか。嘘。もう全くどうやっていくか分からへん。あ、あ、これなんかおる。若干見える、みんな。あ、アテンプのとこ女の人。嘘やろ、またモザイクなしやぞ、ほんまに。ローリング回転、おい、いや、一発で決まったよ。こうワイワイがちょっと思ったのは、何やったらよ、一回こう、あの今その屋根みたいなとこあるやん、あの屋根の向こう側、屋根の向こう側に一回、お、いいぞいいぞいいぞ、うわマジか。お、いいぞ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 、あかんか。わ、近いな。足をかがめ昨日水にキュウリ食べてさあ行こう、うん、なんかいろんな笑い方とかそういうのを表現できるようにちょっと勉強しようかな、笑い方集。ハッハッハ、笑ってんね。はい、ステージが全く変わりませんので、ここからはワイワイのモノマネ集でお送りしたいと思います。おら、しんのすけだぞ。おらちょっとおら、腹減ったぞ父。おら、腹減ったぞ。なーに言ってんだ悟空さん。ちょ、勢いだけやねんて。僕ドラえもん、ドラえもんです。僕ドラえもんです。あ、ドラえもんいいかも。僕ドラえもんです。全然寄せる気がないからドラえもん。テレドロノノン、テレドロノノノノン、テレドロノノン。ルージュランだ。いや、みんなチャンネル登録は済んだかな。チャンネル登録ができてない人は今すぐチャンネル登録してね。本当にありがとう、いつも。おい、シンパシー、おい、シンパシー。銀さん、いや、ポイントごめん。おおおお、だいぶ近かったぞ今の。おお、うわ、めっちゃ近いのに、初めてここ行ったのに。 あとそういえばね、一個もしかしたらって思ったことは、これね、このやじ、お、いいんちゃう、あかんか。おお、女の人今弾かれへんかったか、弾き飛ばされたように思ってんやけどな。行ったんちゃう、行ったんちゃう、よっしゃよし、453回目にしてやっとクリアしました。嘘やん、ちょっと待ってよ。いや、ちょっと、いや、もうちょっと続くと思って私パート2にしたんですけれども、まあでもね、ごめんなさい、皆さんが見てる以上にあのパート1の時よりも時間はかかってると思います。あのパート1でクリアしたところを本当に1から、
クリアしにかかってたんですよね。これはね、まあもう1ステージあったら確かにボリュームも多いかなと思います。まあこのゲーム自体がもう100円以下で買えましたんで、てかまあ私はもらったんですけどね。さあということで、最後になりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、2回に分けて間延びした感じでね、お送りしてしまいましたカートレーサーでしたが、まあ本当に比較的安いゲームでもありますし、またなんかちょっと考え方というか発想が奇抜なね、面白いゲームだったかと思いますので、もしよろしければ皆さんも1回プレイしてみてください。ということで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また違うシリーズもよろしければご覧ください。お疲れ様です。